キロキロカエルさんです。今回はダイキャストという新しいゲームをやっていきたいと思います。まあ紹介ですね。サイコロを使ってスゴロクみたいにぐるぐる回っていって相手を倒したら勝ちというシンプルなゲームになっております。まあいろんなマスにいろんなイベントみたいなのがありますし、でこれでデッキっていうのがありまして、サイコロ、自分のサイコロを設置することができて、まあ、運だけじゃなく戦略的に勝っていけるボードゲームになっています。まあ、やってみたらいろいろ教えられますけども、まあ、とりあえずまず、まあ、デッキを全然設置してなかったので、まあこういった確定な数字とか偶数奇数すべての数とかっていう、まあ、低い目を出せたらいいなとか、多分進めていくうちにこのサイコロの種類も変わっていくんだと思うんですけども、まあ3とか1とか2とか固定するもの、僕4とか6とかがあった方が多分いいと思います。まあ、こういう風にデッキを設置して運要素ではなく、なんて言ったらいいでしょうかね、戦闘を有利に進めることもできるという感じで、まずデッキをまあ、適当に組んじゃいましたけども、これも多分おそらくいろいろやっていくうちにこういったデッキがいいんだろうっていうのもあるんだと思います。じゃあまずこれを設置します。では早速一戦やってみましょう。僕もちょっと初心者なんで、そう、数回プレイしたぐらいですかね。それで今ちょっとレベル4ぐらいまで上がってますんで。さあ、そしてマッチをしてもらうと、いろんなプレイヤーと戦うことができます。対戦相手を探しております。さあ、全然対戦相手が見つかりません。いや、これ結構面白いと思うんで、できたらやってみたら結構いいと思う。これ増えたら多分絶対面白いと思う。で、ありがとうございます。ダッカエクサーさん、ゴーレムマスターさん、よろしくお願いいたします。はい。はい。始まりました。まあ、まず先行後攻を決めていきます。はい。カエルさんが先行になりました。で、デッキを選んだやつが、おっと、なんだ、向こうの変なカードだった。そして、まあ、そこからランダムで3枚手に押さえず、まず、ハンズカードっていう形で手に入ります。まあ、確定枠で1を押すと、はい、ここに止まると、相手を攻撃できます。まあ、チュートリアル見てくれたらわかると思うんですけども、まあ、こんな感じで相手の体力を0にしたら勝ちという。マイナス 1? え?何これ?すごい、成長してなんか、マイナス1するとどうなんだこれ。一周回るとレベルアップできるんで、そういう作戦があるの?あ、ちょっとなんかすごい。向こう相手あと考えてる。まあ、ちょっとすべての枠を使って、ダーンっていくと。6。1、2、3、4、5、6。で、これでコインがもらえるんで、コインを集めると、ショップっていうところがあって、あたら強い武器とか、強い何?魔法カードみたいなのを買えるようになります。はい、3、1、あーっと。向こうは、リンゴのところに止まりましたね。止まりますね。あ、だから一周回るとパワーアップできるんですよ。で、リンゴ食べて、あ、体力回復しました。ダメージを。体力回復してきた。さあ、私はどうしようかな。まあ、偶数で。さあ、来い !4! よし、また攻撃。で、相手に攻撃与える11。私の攻撃力11がそのまま当たります。あと、もう勝てんじゃないこれ。もうこれ、勝てんじゃない ?2で相手と、3、1、2、3。はい、向こうはコインを取っていく。あ、じゃあコインじゃない?なんだか、カードか。さあ、俺2使ったら攻撃できますもんね。よし!いけるんじゃないこれ。相手体力1だもんね。はい!体力1。バシッと倒して。あ、体力1。こういうように、マス目でいい手札になると勝てる。ですね。はい。向こうは回復できない。向こうのところは回復ができない。さあ、私はどうしよっかな。確定サイコロがあるんで、敵と戦ってもいいかもしれないですね。どうしよっかな。さすがに、2枚あれば、ちょっと敵と戦ってレベルアップしましょう。はい、どうぞ !2 出て、これ敵と戦います。倒すと、ちょっと待って。2、3、6、2、2じゃねえかよ !2 じゃねえかよ倒せるカードが、まあ、こういうように、失敗ですね、これね。失敗。もう1、で、負けるとダメージ受けちゃう。いや、失敗これ、嘘ーんこんだけ、さ、もう、まあ、いいんだけども。はい。体力25、相手は1しかない。さあ、奇数封鎖。俺はカードをちょっと奇数封鎖されましたけど、まあ、そういったような邪魔する魔法カードみたいなもの。6、1、2、3、4、5。それ罠じゃないの?はい、まあ、勝った!勝ち!はい、このように、簡単に勝てちゃいました。まあ、運が良かったのかよくわかんない。相手に攻撃してて全然、まあ、一瞬も回らずに勝てる。こういった風に勝てることもできますという。で、勝つと、いろんな、報酬とかもらいます。勝利報酬で、プラチナボックスみたいなのがもらえて、いろんなスキンとかいろいろ燃えるみたいな。まあ、勝利の鍵とかあるんで。これ開けてみると、はい。このように宝箱が開いて、なんかよくわかんないけど、もらえます。
で、この、いろんな、なんだろう、これ。なんかもらえるんです。もらって、なんかすると、これいろいろ、なんです。全然説明できない。全然説明できないな。で、アップグレードして、ヒーロー、キャラクターを育てていって、強くしたり。で、今みたいに、なんか、かけらみたいのが集まるんで、そのかけらの、ある程度の数集めると、新キャラを使えるようになるのかな。多分、グレイアンっていうのが、なんか、ロック解除できるんで。まあ、そういったスキンを解除していって、新しいキャラを使っていって、使うってことですね。まあ、ロック解除してみましょうかね。ロックを解除。このヒーロー、二人目のヒーロー、できました。はい。このように、パープできるという形ですね。で、キャラがどんどん増えていったら、戦略も増えていくみたいな。まあ、多分、キャラ的にいろんな戦略ができるんでしょうね。で、あといろいろな報酬がありますんで、報酬を受け取っていくと、おそらくスキンが変えたりとか、なんかいろんな、ね。このゲームにありがちないろんなことできるんですね。まあ、かつこのゲームは課金しないでいこうと思いますので、まあ、地道にコツコツとデイリーとかそういったもの、クリアしていってもらいます。まあ、そんな感じですね。はい。で、ちょっとさっきの試合で、このマイナス1っての強かったんで、ちょっとデッキにマイナス1を装備していこうかな。どうやってこれ変えるんだろう。これどうやって変えるんだろう。デッキの変え方が分からへん。デッキの変え方が分からへん。どうしたらいいの？装着できませんってなって。左を押せばいいのか。あれ、分からない。どうしたらいいの？デッキはどうかって書いたらいいんですか？これを使いたい。これマイナス1は強かった。初動でマイナス1いったらいきなりレベルアップできるんで。これ強かったね。どうしたらいいのか。どうやったらいいの？あ、ここと変え、ああ、左のところを押したら、解除できるんで。で、そこで、これ後ろ入れて、これ6とかあった方がいいね。少ない数しか俺確定入れてなかったけど。6とか入れちゃおうかな。まあ、数も多くした方が回るんで。はい、デッキをちょっと変えて、もう一戦だけやってみたいと思います。はい、マッチングしました。めちゃめちゃ外国の人読めない。よろしくお願いいたします。3連勝中なんで、負けるわけにはいかない。何連勝までいけるかどうか。さあ、マッチング。はい、どっち？先行後攻。どっちになるでしょうか。はい、やいまた先行。そして、サイ。もうこれマイナス1。サイってなんだ、サイ。マイナス1がない。はい、手札にマイナス1がない。さあ、どうしよう。すべての数と、数、多く数0。はい、6。1,2,3,4,5,6。このマスに行くと、対面の向こうにワープできるんで、いい感じ。これいい感じの初動。いい感じの初動です、これ。4。1,2,3,4。向こうはなんだこれ。はい、罠に引っかかっとる。罠に引っかかっとる。さあ、どうしようかな。ここはどうしようかな。低い数字で、なんか出てこう。2。はい、何か2。魔法カード手に入る。何が入った？ファイアバール、相手にダメージ与えてる。これは序盤で、いけるかな？これいけんじゃねえかな、また。さあ、向こうは何を出してくる？はい。3。1、2、3。ん？コイン。大丈夫だ。向こうの初動は弱いぞ。さあ、高い目を、数字を出して、4。1、2、3、4。オッケー。で、一回一周回るとレベルアップするんで、攻撃力が上がっていきます。ここでマイナスが欲しいよね。防いだ。ダメージを受けると 15% の確率でダメージ、読めへん。まあ、とりあえず、新しいスキルを使ってみましょう。パワーアップしていこう。で、こうやってパワーアップしていくと有利なんで、早めに一周待ったりは有利ですよね。だったらマイナス1って多分強いと思うんだよね。はい、どうすんの？相手はどうすんの ?5、1、2、3、4、5。はい、相手の陣地にしてしまうと捕まってしまうんですね。うん、まあ、もう、逮捕。捕まった。オッケー。勝ったな、これ。勝てんじゃねえか。どうする。とりあえずスキルを使ってみたりとかしてもらう。盗みましょうか。このスキル、魔法スキル作ると相手の手札がわかるって感じですかね。3と高い目しか持ってない。オッケー。魔法カード持ってないし。さあ、すべての数で、いいとこだ。4。1、2、3、4。罠に引っかかってる。ちょっと攻められへん。で、罠、1で、ね、相手にダメージ与える。オッケー。こういうのが強いね。はい。ダーン、13のダメージ。さあ、あと一撃で倒せる。さあ、これも勝てるんじゃないか？さあ、これも勝てるんじゃ。でも、ちょっと、マス目が向こうだな。はい。4。出るんかい。そして、なんか取ってる。何が取ったか怖い。それなんか強そうなの取ったらやばいな。逆転要素も結構あるんで、6でちょっと進みましょう。マス目を進めていって。はい。これ何もらえるの？カード。シャッフルもらいました。シャッフル。オッケー。手札を変えることができるんでしょう、おそらく。
さあ、向こうは体力1、体力12。あーっと、パンク嫌だ。パンク嫌だ。あー、ちょっと倒せない。倒せなくなっちゃった。考えてる、向こうも。さあ、どうしよっかな。シャックルして、ちょっと手札を変えの。よし、マイナス1来た。いいね、いい感じ。で、高い目で、できれば、攻撃当てたい。4。1、2、3、4。はい。敵と戦う。ちょっとどうすんの、これ。1と、1と6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 。低い数字で。はい、よろしく。2。負けとる。ダメージ受けたな。けど、まあまあ、防御力が上がってるんで、3しかダメージ受けなかった。よかった、よかった、よしよしよし。まあ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 。まあ、いいんじゃないかな。さあ、向こうは、3、1、2、3。あ、やばい。魔法カードなんかいろいろ持ってる。どうしよう、どうすんの、どうすんの、どうすんの、なんだった。ファイヤーボール。やめて、やめて、ダメージを切ると。あ、ちょっとやばくなってきたぞ。どうする、どうする、どうする。1、2、3、4、4、4でいいか。4で向こうにダメージ与えていく。プレッシャー与えていこう。さあ、向こうも、ダメージ与えていく。はい、あと、HP5。勝ったんじゃないかな。モンスターにやられてしまえ。モンスターにやられてしまえばいいんだ。モンスターにやられてしまえばいいんだ。モンスターに、さあ、どうする、さあ、相手はどうする。向こうは、3、1、さあ、モンスター、はい、勝ったんじゃないの、これ。さあ、どうすんの、さあ、どうすんの、さあ、持ってるんかい。4持ってるんかい。あー、倒していく。やばい、パワーアップしてきた。10、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 10。1とか、1とかない。ない !1 がない !1 がない !1、2、3、4、5、6マス。6マス。一周待っとく。いや、すべての数で、ちょっといって。何が出る ?3、1、2、3。何も起きてない。あ、ちょっとやばくない、ちょっとやばくないか。もっと向こう攻撃、やばくないか。4、1、2、3。あー、向こうも何もない。でもパワーアップしちゃった。攻撃力が11まで上がった。あんまりレベル差がなくなってきた。さあ、どうする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 。ああ、向こうの次のターン怖いな。攻撃食らったらやばい。とりあえず回ろう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 。3で、1、2、3で敵倒していきの。1、2、3の。で、とりあえずレベルアップしていきの。攻撃力上げーの。はい、敵倒す。大自然の人、何ですか、今。1、4、5。なんでないの?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 あ、なんで俺、なんでその最後やるんだ?違うよ、わー、成功した。危ね、危ねっぺー。危ねっぺー。よし、よし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 。よしよしよし。防御力上げていこう。さあ、向こうの攻撃。向こう、そろそろやばい。なんでしょう。あわーっと、向こう、確定のサイコロ持ってないですね。よし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 。よし、よし、生き延びた。生き延びた。1、2、3、4、4で勝ちだな。4で勝ちか?じゃあ一回マイナスに行って、お、いいんじゃないこれ。もう一回レベルアップしときの攻撃力18に上げーの。なんだ、何が出てるんだろう。さあ、行こう。次のターンで勝ちでしょ。1、2、3、4、5。あ、5で、5マス。1、2、3、1、2。あ、マス目がわからない。ああ、順に食べちゃった。何、次、食べちゃった。やばい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 。次、次、次、次。どうすどうだ、やばい。ちょ、パニック、パニック。パニック。1、1、2、1、え ?5 で勝ちだよね。あ、違う、間違えた。え、なんでなんで、あかん。え、マス目間違えてる。なんで?やばいやばいやばい。なんで俺自ら。なんで、あ、6で勝ちだったやん。え ?5 で勝ちだったの。あ、やばい。俺負けたんじゃないこれ。失敗した。まあ、何やっとんねん。俺何やっとんねん。え?やばい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 。やばい。え?あー、1来た、危ね、危ねっぺー。今何した、あ、ちゃんとマス目数えようぜ。危なかった、ありがとうございます。まあ、このように、マス目をちゃんと数えないとピンチになりますよ。はい、楽勝。楽勝かというね、こういう風にいろんな戦略要素があるゲームなので、ぜひとも遊んでみてください。よかったらチャンネル登録とかしていただけると、やる気につながります。では、ありがとうございました。お疲れ様です。またに。ケロケロー。